僕は高校2年生、写真部の部長をやっている。昔から電車の写真を撮るのが好きだった。せっかくならと思い入部した。おお、いい感じ。よし、あと3分で来るな。狙うは入線してくる電車だ。準備は整った。遠くからは電車の走る音が聞こえた。僕は興奮のあまり前に出過ぎていました。肩を叩かれ振り向くと、こわもての駅員さんが立っていました。顔を見ると怒りそのもの。ドキドキしていました。あと1枚だけな。思いもよらぬ一言が。 ありがとうございます。こわもての駅員さんのおかげで最高の1枚が取れました。次からは黄色い線からはみ出しません。